秋田貨物駅は、秋田県秋田市線関路にある、日本貨物鉄道の貨物駅。大宇本線所属で、秋田県最大の貨物駅である。地上駅。南東から北西へ通り抜ける大宇本線の南側に施設が置かれている。構内は 1.5km ほどの長さを持つ。屋根のないコンテナホームが2面、屋根付きの貨物ホームが1面設置され、2役線は、 合計4線敷設されている。コンテナホーム一面は着発線200方式を導入しており、北東側及び南西側に隣接して400メートルほどの長さを持つ着発線兼200線が引かれている。着発4番線と本線の間、すなわち着発4番線の北東側には着発線が3線存在する。E&S 対応の南側には、 側線があり、その南側に屋根付きの貨物ホームが置かれている。ホーム北側に接する二役線の長さは128メートル。この屋根付ホームの南東に隣接して一面のコンテナホームが設置されており、長さが200メートルの二役線がホーム北側に接している。構内の土崎駅よりには仕分け線が並ぶ。E&S に対応していない。 コンテナホームと屋根付きの貨物ホームに接する2本の二役線はこの仕分け線群から分岐する。駅舎はコンテナホームの東端近くで2面のコンテナホームに挟まれた場所にある。隣接する場所に貨車の研修庫、研修船が設置されている。営業窓口の秋田営業支店が入る。旧事務所は駅舎南側の駅で入り口近くにある。旧事務所には 営業支店のほか、秋田総合鉄道部の乗務員基地や秋田保全区、日本通運の事務所などが入居している。本線、着発線や一部の側線を除き、多くの線路は電化されていない。入れ替え作業などを行うため、仙台総合鉄道部に所属するで重軽機関車が常駐している。これらの機関車は、入れ替え作業のほか、当駅秋田港駅間における、 貨物列車の牽引も行う。かつては、駅の秋田駅寄りに、秋田機関区があり、1987年3月1日に、同機関区は、秋田運転所秋田支所に改称、同年4月1日の国鉄分割民営化後は、東日本旅客鉄道東北地域本社秋田支店の所有となった。1991年5月1日に、同支所は、 南秋田運転所に統合されたが、機関車の配置区として、名称だけが残り、1993年12月1日に、機関車配置も、同運転所に統合された後も、敷地には、機関庫及び事務所が残っていたが、後に、それらは撤去された。その後、JR 秋田泉太陽電池発電所が運用され、土崎川は、泉街浅日川駅として変わっている。 なお、このエリアの東端には、変電設備と、本線から独立し河川が張られた、訓練用の線路、JR バス、東北仙台支店秋田乗務員宿泊所が、いずれも1993年に移設された、下り本線の急線跡に立っている。当駅は、コンテナ貨物と、臨時車扱い貨物の取扱い駅である。コンテナ貨物は、 JR 規格の12フィート20フィート30フィートコンテナと ISO 規格の20フィート海上コンテナを取り扱っている。主な取扱い品は発送貨物では米や建築材料、ビール瓶、金属など ISO 規格のタンクコンテナも到着している。なお、産業廃棄物、特別管理産業廃棄物の取扱い許可を得ており、 これらが入ったコンテナの取り扱いも可能である。秋田貨物駅と旧秋田機関区の周辺は住宅地となっており、また秋田土崎間は 7.1km と都市部にしては比較的長い距離となっていた。そのため、特に泉ハイタウンができてからは、両駅の中間にあたる秋田貨物駅と旧秋田機関区の中間部に新駅設置を望む声が高まっていた。 2008年7月、東日本旅客鉄道が、新駅設置の具体的な構想を立てて、秋田市に提示していることが明らかになった。しかし、秋田市側が難色を示し頓挫している。一方で、2009年4月の秋田市長選挙において、東駅付近への新駅設置の検討を公約に、掲げる穂積市が当選。 2018年7月31日、秋田市より、泉、外旭川新駅の設置についての協議を受け、2018年9月18日に、両社は、協議に了承し、泉、外旭川新駅等整備事業に関する基本、協定を締結。2019年1月18日、泉が旭川駅の設置に関する認可を、 国土交通省東北運輸局から受け、2021年3月13日に泉街朝日川駅が開業した。ありがとうございます。